はい、都の城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回は宮崎空港から決意表明をさせていただきたいと思います。で、私がですね、空港からお伝えするときはいつも研修参加のご報告なんですけども、今回はね、いろいろと思うところがあって決意表明をね、一緒にさせていただきたいなと思い、私の思いをですね、アウトプットをさせていただきたいなと思います。このチャンネルではいつもは健康美容ダイエットに必要な食事とか生活習慣の情報とか、なかなかならない痛みや症状を改善する方法やセルフケアの方法など、聞き流しでも理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで、私は今ですね、宮崎空港にいて、こんな感じでデッキのですね、一番端っこのところからね、動画を撮っているんですけども、今からですね、1泊2日で大阪の方に行って、オステオパシーの研修、その練習会みたいな感じですね、を、研修生のセミナーを受けてくるところです。もうすぐその出発なので、その前にちょっと1時間ぐらい時間があったので、動画を撮っちゃおうかなと思って撮り始めたところです。そういうことで、今からそのセミナーなんですけど、その前にその決意表明の、ね、動画を撮っておこうと思いまして、今ビデオを回し始めたところなんですけども、その決意表明についてなんですが、これはですね、私の夢とも言える内容なんですね。で、実は私が整体院とかファスティングとか、このような YouTube とかをですね、やっているのには理由があって、それは宮崎や都城から痛みや症状をなくすことなんですね。で、それは以前からちょいちょいお伝えさせていただいているんですけども、今も変わらない私の夢であって、夢というか必ず達成しようと思っているゴールになります。それで現在はですね、整体院で体の問題を解決したりとか、ファスティングで体の中から健康を作るお手伝いをしたりとか、 YouTube でですね、健康についての情報発信をしている状態なんです。で、先週の土曜日に行ったセミナーで、最終のゴール設定ができているのはいいことなんだけれども、途中のゴールも大事だろうということに気づいたので、私の途中のゴールは何だろうというふうに考えてみたんですね。そうしたら、その以前から私はですね、いろいろとやりたいことがあって、まずその一つに学校給食を変えたいと考えていることがあったんですね。で、現在のその学校給食というのは、牛乳がですね、毎日出てきて、で、週に3日はパンが出るんですよ。しかし、今はですね、牛乳やパンも腸内環境を悪化させることとか、アレルギーの問題を引き起こすことが分かっていますし、今はですね、食生活の欧米化によって和食をですね、食べる機会が少なくて、和食が嫌いな子供が増えているんですよ。でも実は和食ってとても健康的にいい食事で、何より私たちの歴史を作ってきたとても素晴らしい食事なんですね。で、洋食といえば高カロリーで高脂肪で高糖質な食事が多いし、動物性タンパク質が多い食事になりますので、体にも腸内環境にもあまり良くないんですけども、和食はですね、低カロリーで低脂肪で低糖質なものが多くて、大豆製品やお魚料理が多いですので、タンパク質も十分に取れますし、野菜や海藻類を摂ることでカルシウムだけでなくてミネラルも十分に摂ることができますし、頭を良くするオメガ3脂肪酸も取りやすいんですよね。で、こんな素晴らしい食事、私たちを救った素晴らしい和食があるのに、なんで健康的に疑問のある洋食を取り続ける必要があるのかなっていうふうに考えたんですよ。で、もともと学校はですね、完全給食でないといけないという理由があるんですけども、それは昔にですね、栄養的に十分な食事を準備することができなかったという歴史があって、で、そのミルク、牛乳がですね、カルシウムとかタンパク質の面で優れていたからなんですね。でも今は違うじゃないですか。和食でもね、十分にその栄養面を考えたメニューは簡単に作れますので、いつまでも完全給食にはミルクが必要というのは、現代の食生活に合っていない、もう昔の文化なんですよね。で、まずその牛乳ってね、和食に合わないですから、それでその和食を嫌いになってしまうというのも非常に怖いところなんですよ。で、実際ですね、その他の市ではすでに牛乳やパンを廃止にしているところがあるんです。それは新潟県の三条市というところで、市内の小中学校30校で牛乳抜きの完全米飯給食を実施しているんですね。で、完全米飯給食まではいろいろな摩擦があったそうですけども、現在では完全米飯給食のおかげで給食の食べ残しも減っているということなんですね。で、私たちの未来を作る子どもたちが正しい食事をとることができる環境を作っていくことが、より良い将来を作っていきますので、いずれはですね、私の住む都城市宮崎県の学校給食も変えていきたいと考えています。ですから、そのために、今すぐにはね、そのなかなか私の説得力もないですので、まずは今現在行っている整体院とかファスティングとか YouTube もそうですけども、これからね、セミナーとかも増やしていく予定です。で、今年はですね、1月にファスティングセミナーを行ったんですけれども、今後はですね、食育についてのセミナーの開催なども行って、正しい食事について知ってもらう機会を作ること、さらに自分の思いを伝えられるような活動をしていきたいと思っています。で、その食育セミナーとかね、ファスティングセミナーとか、オステオパシーのセミナーとか、それ以外にもね、ダイエット食のセミナーとか、アンチエイジングのセミナーなども開催していこうと考えていますので、もしご興味のある方はぜひ私に教えてください。
なかなか開催人数が集まらないとね、そのセミナーも行えませんので、もし先に興味がありますって言ってもらえたら、その方で、ね、その興味がある方で日時調整をして開催しようと思っていますので、もし興味があったらぜひ私にお伝えください。ということで今回は私の活動についての思いについて、決意表明についてお話しさせていただきました。で、私はこのチャンネルでご紹介する方法はあなただけではなくて、あなたの大切な方を守ることになる大事な情報ですので、見ただけで終わらずに必ず実践して、そしてあなたの大切な方を教えて一緒に健康になるように努力しましょう。今回じゃないですよ、前回とかね、まあ、以前の動画は健康についてのお話ですので、そういったお話はね、一緒に健康になるように、私のあなたの大切な方にお話ししてください。で、もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクを載せておきますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するためにどのように実践したいとか、実践した感想など、ぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アットでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。